本読まないの。サミエル来い。聞け、監修が歌ってる。どうせ酔っ払ってるんだろう。かもな。でも幸せそうだ。あんな惨めでつまらない人生が幸せだと。まあ、可愛い嫁でもいるんだろう。でもよ、俺たちは野心があるだろ。それにここを出れば、あのバカどもが想像もできないような世界が待ってる。あんたの楽観主義には脱帽だ。ここを出たら何をする？もし出られたらね、あんたならわかるだろう。ああ、だが、お前の口から聞きたい。海賊史上最大のお宝を見つける。あんたもいい加減聞き飽きたんじゃないのか？まさか、ヘンリー・エイブリーの4億ドルの財宝物語は、俺にとっては子守歌だ。お前に見つけられるか？チャンスがあれば見つけるさ。野心だ。エイブリが言ってたろ。私は富を手に入れ、今成功を追い求める。いい響きだな。なんだ今の？一世一代のチャンスだ。セニョラ・アルカサル、ウンゴストベルロ。サケメテアキ。オエ。ケアセモスコネル。サミエル、富を手に入れたいか？ああ。バマノス。おい、嘘だろ。ロスデマスエスタンエンポジション。En camino, todo va de acuerdo al plan, señor. Fantástico. いつから計画してたんだ？ここにぶち込まれたその日からだ。サミエル、遅れるな。時間との勝負なんだ。おお、すげえな。ペダソーミエル。ラフェルタ。Nunca saldrás de aquí. Silencio.マジかよ。こいつらは残虐だ。これも世の中のためだよ。ほら、これを使え。使い方を覚えているな。すぐ思い出した。アブラントダス・ラス・プエルタス。エクサ、まさか暴動でも起こす気か？その通り。アガンロ、来いサミエル。Estamos en posición. ¿Están listos? Sí. Busquen dónde cubrirse. Samuel,
何かに隠れろ。え、なんで。いいから。すげえな。大丈夫か。ああ、大丈夫だ。¿Y este gringo? El gringo y este conmigo. ¡Detengo, gringo! ¡Tú quito de arroz! ¡Cuí! サミエル飲め。いや大丈夫だ、ピンピンしてるよ。ほら喉が渇く、さあ飲め。どうも。それで
これからどうするつもりだ。これからって言われても、風呂入ってちゃんとしたベッドで寝て、寝てくれる女でも探すから。弟を探す。まあそんなとこさ。そうか。それでどうだ、どれくらいでエイブリーの宝を見つけられる？とりあえずアメリカ戻って調査再開。いつだ？始めてみないと何とも。宝の場所は？まあ知ってるけどよ。いいか、ほらでっかいバッテンがついた地図があるわけじゃないけど、手がかりは手に入れてるんだ。デテンガセハーキ。おい、ちょっと待って。待て、 おい待てって。お前は好きだ。何よりも信用してた。だから連れてきた。ちゃんと見つけるって時間が必要なだけだ。ダメ、うん、口よ。だが面倒なことに疑問を持ち始めてしまってね。待て、ヘクター、聞いてくれ。必ず見つけるか。誓うが。いつだ？半年くれ。人というのはいつも必要以上に時間を求めてくる。3ヶ月だ。3ヶ月だけじゃ。3ヶ月後、宝の半分できるな。どうだ、3ヶ月後宝半分。いいか、逃げたり宝を隠したり警察にチクったりしたって無駄だからな。すぐバレる。俺は忘れた頃に現れる。そうなったら殺すぐらいじゃ済まないだろう。ほら、立て、見ろ、町には朝日に向かって10キロ歩けばたどり着く。朝日を浴びるなんて久しぶりのことだろう。バモス。見つけたらどうする？大丈夫、時が来ればもらいに行くさ。フェナセールテサミエル。それでアルカサルに助けられてここにいる。まずいな。また痕跡をたどればいいだけだ。痕跡？サム、そんなものないよ。レイフは俺と脱出した後、奴の親の金で聖ディスマス大聖堂周辺の土地を買い占めた。何週間も探したけどエイブリーの財宝はなし。レイフは諦めてないけどな。何年も探し続けてるけど何も見つかっちゃいない。まあそうだろうな。モンド。ああ、俺もちょっとばかり探しては見たんだよ。それにレイフはこれを持ってない。インターネットってのは本当に便利なもんさ。聖ディスマスの十字架。俺たちが見つけたのは壊れてて空洞だったろ。マジかよ、まだ無傷だ。十字架は一つじゃなかった、だからパナマの十字架になかったものがこの中にあるかもしれないってことか。マジかよ。で、どこに？この極上品はロッシの屋敷で3日後にオークションに出される。ロッシの屋敷知ってるか？ああ、もちろん。一体どうやって警備のきつい会員制闇オークションの招待状を手に入れるつもりだ？
そこは招待状がなくてもどうにか。あ、へえ。で、金持ちに競り勝つための金はどうすんだ。俺の家を抵当に入れたってそんな大金を手にって。あ、そうか、盗むのか。ああ、二人で。おい、待て。いや、ダメだ、悪いな、無理だ、俺はやらない。何？ダメだ、俺はもう足を洗ったんだって。それに俺よりもこういう仕事に向いてる奴らは他にもたくさんいるだろう。例えば？ほら、例えば。そうだ、チャーリー・カッターは？ダメだ、あいつなら本当に頼りになるって。他の奴は信用できない。誰だろうと、これには俺の命がかかってるんだよ。わかるだろう？な？お前じゃないと。さあ、他に方法があるはずだ。いいか、もう時間がない。アルカサルも待たせてる。もしもし、エレナ。ああ、信じないと思うけど、ジェイムソンが許可書を持ってきたんだよ。ああ、そうだな。だからマレーシアの仕事はやることになりそうだ。久しぶり。